で9月29日の弾丸論破トークイベントで弾丸2で激太りした戸上はもし弾丸3があったら女子になるかもしれないねとか石田さんの才能を極限まで使うんですねとおっしゃっていましたね、あこれはですね,ね、えー、スタッフさんたちがです、ねうん、と私、ちょっと入ったんですけど石田さんがこう2で変わったので、うん、もし弾丸3があったら石田、うん、君はどうするのかって話になり。 女子になるかもててしい私のキャラクターもそんな感じだったんですけど女の子になった戸上くんを見てみたい方のは私以外にも大勢いると思いますがどうですか石田さんフィッシュアイ的な役どころはやりたい気持ちがあったところで体それもう無理だよそんそのさ無理だよやりたい気持ちがあそうところで体がついてこないもん。体の問題やそう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 そそうそそうう えでもさ、こいすぎ的にはさ、ボデ,ィの <laughs> ボディ、いやこいすぎなんあんま変わってないじゃんだって。<え>そうそんなことないですよ。昔に比べたら低くなりましたよ僕もこう見えて。あそうですか。はい。そうですか。そうなんですよ。え、できんじゃないの今でも。いやーきついだってあの当時だってギリギリだったもの。<laughs> う,うんう本当きつかったんだもん。いやーでも、ね、感動しましたよ。 その後石田君があれをやったおかげでって言ったら変だけどその後そういう需要がややありこの弾丸の時もですね宮田耕輝がねやったりとかですね。なるほど宮田君がやってくれるよきっと。宮田さんをやったからいいんだよもうだからいや別にいいんだって別にダメだってことじゃなくて宮田だって宮田の役があるもんねちゃんとした役がね。 じゃあぜひ次はあの石田君の弾丸3の時は女子キャラをフィッシュアイ的な役柄をですねえ女子限定なの別の可能性は探らないの, <laughs> あのこれのトークでそういう話に出たんですよなんかあのそんな感じでしたねあの別にやらないんですけどね <laughs> <laughs>